こんにちは、のり太郎です。今回の動画は金貨や銀貨を買うことに抵抗を感じられている方向けに、実際どれぐらいの値段で買えるのかというお話を、モダンコイン、アンティークコイン、古代コインについてご紹介したいと思います。モダンコインとは現在世界中で販売されている、現在のコインのことで、アンティークコインというのは今からおよそ100年以上前のコインのことで、しっかりした定義はないんですが、古いものがアンティークコインと呼ばれています。古代コインもアンティークコインの一種ですが、紀元前などの特に古いコインを古代コインとかアンシエントコインと呼んでいます。今回はこれらの価格がどれぐらいか見てみたいと思います。私はコイン投資初心者ですが、いざ投資を始めてみるといろいろと気づいた点がありましたので、重要だと思った点について発信しております。ここで注意ですが、投資はあくまでも自己責任となりますのでご注意願います。ということで、私は先ほどコインを買うというお話をしましたが、実は私はコインを買うという言い方に若干抵抗があります。何を言ってるのと思われる方がいらっしゃると思いますが、金貨はそもそも様々な国々で発行されたお金のことです。つまりお金をお金に変えているだけということになります。これは買うというよりはただの両替だと思いませんか。つまり千円札10枚で1万円札に変えるような感覚と思っていただけると分かりやすいのではないでしょうか。ただし通常の両替という場合は、入り口と出口が銀行で両替するという形になるんですが、違う点といったら、入り口と出口が販売サイト、あとオークションなどの売買になる点です。通常銀行での両替と違って面倒かもしれませんし、両替の場合は必ずお金が交換されることに対して、アンティークコインの場合は売れないというリスクがありますが、世界的に需要はありますので、買い方ですね、入り口のところさえ間違いなければ適正な価格で売ることができます。買い方につきましては私の過去動画で上げてますので、ご参照いただければと思います。そういったリスクがある一方、この売買する手順ですね、これを踏むことで付加価値がつきまして、価格の高騰が起こるというわけになります。ということで、今回は金貨や銀貨について以下の4点のお話をしたいと思います。まず1つ目、オンスとは。2つ目、金銀の地金価格。3つ目、モダンコイン価格と地金価格の比較。4つ目、アンティークコイン、古代コインの価格。この動画はコイン投資を始めたいという方向けなので、コインの情報だけ知りたい方は4番目にですね、ヘリテージオークションで調べた現在の相場価格というのを載せておりますので、そちらへ飛ばして見ていただければ良いかと思います。ということで、1つ目のオンスとはというお話をしたいと思います。コインを売買する上で、そのコインの地金の重さがどれくらいかということは大きな価格決定のポイントとなります。なので1オンスはどれぐらいの重さなのか、そしてどれぐらいの価格なのかを知っていることは重要です。それではまずオンスについてですが、オンスとは質量の単位のことですが、大きく常用オンスとトロイオンスの2つに分けられます。通常オンスというと常用オンスのことを指しますが、日本ではあまりオンスという単位は使用しないと思います。日本でよく使うのはトロイオンスの方で、金貨や銀貨などの貴金属で使用されるのがこのトロイオンスになります。で、常用オンスとトロイオンスは重さがそれぞれ違いまして、常用オンスは約 28.34g、トロイオンスは約 31.103g になります。もっと小数点続きますが、だいたいそれぐらいの重さになります。なので金貨や銀貨は1オンスという場合は 31.103g を指すということになります。金貨や銀貨では1オンスの他にハーフオンスやクォーターオンスなどが使われまして、それらのグラム数はこの通りの重さになります。
1オンスが 31.103g で、ハーフオンスはその半分、クォーターオンスは4分の1ということで、あとは2オンス、5オンス、10オンスは2倍、5倍、10倍というような重さになります。次に、この重さの金とか銀の価格をこの表に載せてみたいと思います。ということで2番目、金銀の地金価格ということで、金貨や銀貨は素材そのものに価値があります。金や銀の地金価格というのは素材そのものの価格のことなので、金や銀の相場とともに変動しますが、その相場以下の価格にはなることはないというわけになります。つまり、金貨や銀貨を買う際には、その地金価格に近い価格で仕入れることで、まあ、それ以上安くならないわけですから、失敗しにくくなるというわけになります。今回は2021年の1月30日の相場で調べております。金相場は1オンスが193,479円、銀相場は1オンスが2,826円になっています。まあ、今銀はかなり値上がり中ということで、まあ、これからも、まあ、一旦下がるとは思いますが、どん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 上がっていくかと思います。これを先ほどの表に当てはめてみましょう。まず金地金の価格は1オンスが先ほどの 31.103g で193,479円、そして、まあ、4分の1オンスで48,000円ぐらいと、で大きくなると5オンスで967,395円ということで、5オンスぐらいがだいたい100万になるというような金額帯になります。で銀につきましてはこちらになります。銀価格は1オンスが2826円になりますので、まあ、4分の1オンスぐらいになると706円ぐらいで、5オンスぐらいになると14,130円ということになります。10オンスだと10倍、28,000円という形になります。次に3番目のお話になります。モダンコイン価格と地金価格を比較するということで、先ほどの価格表に金貨、銀貨のモダンコインの価格を一緒に載せたいと思います。今回は先日速報の動画をアップさせていただいたクイーンズビーストの金貨と銀貨の値段を価格表に載せて比較してみました。それがこちらになります。モダンコインの金ですね、金の方は、1オンスがモダンコインの場合は34万円ぐらいになります。地金価格が19万3000円なので、まあ、プラス14万円ぐらいが上乗せされているという感じになります。で4分の1オンスは地金が4万8000円に対してモダンコインが8万6000円、5オンスについては地金価格が先ほど96万なんです、だいたい100万円に対して155万2886円ということで、まあ、この55万2000円ぐらいがプラスで乗っかっているというような計算になります。続いて銀地金の方ですね。でモダンコインで今回発売されたのは1オンスから上の金額になりますが、1オンスが地金価格が2800円だったのに対してモダンコインは1万3000円と、まあ、どうしても地金価格が安いのでコインとしては少し鋳造などいろいろデザインなどの料金がかかりますので、それぐらい上に乗っているというような形になります。ただやっぱりモダンコインを販売価格で買うとそれほど地金に上乗せされてないなということがこれでわかるかと思います。続いて4番目のアンティークコイン、古代コインの価格ということで、今回はアンティークコインについては金貨2枚、銀貨1枚で、古代のコインに関しては金貨1枚、銀貨1枚、計5枚のご紹介をしたいと思います。まあ、なるべく、買いやすく売りやすいような、ものをピックアップしてみました。
まあ、もしかしたら売りにくいのもあるかもしれませんが、そこはちょっとご了承ください。まず1枚目アンティークコインの金貨としては1841年のインディアンモハール金貨というものになります。モハール金貨の AU58 グレードというものでミンテージと書いてありますが、これは鋳造枚数のことで44万2000枚鋳造された金貨になります。44万2000枚となるとですね、普通の流通貨幣ではまあ比較的こう多い方で広く流通していたものになりますので、そんなに高くはならないんですけど、この金貨に関してはこの裏にですね、ライオンとヤシの木が書いてありまして、これが有名なウナとライオンという金貨のデザインをしたウィリアム・ワイオンという人の作品で、非常にこれも見た目が芸術的ということで人気がある金貨になっています。でこちらの AU58 グレードは47万7445円ということで、11.66 グラムの金貨、まあ、1オンスの3分の1ぐらいですねのもので、地金価格は7万8000円ぐらいなんですけど、鋳造枚数も多いですけど結構付加価値がついているというものになります。こちら人気なので売りに出したらよく売りやすいと思います。で続きまして2枚目、ビクトリアゴールド5ポンズのゴールデンジュビリーという金貨になります。これもゴールデンジュビリー金貨と呼ばれていて、流通貨幣ではあるんですけど非常に人気がある金貨になります。 MS62 の PL とついておりますが、 MS というのは流通している流通貨幣になりまして、62グレードというのがアンティークコインでいうと合格ラインかどうかという見定める境界線になります。MS60 とつくと未使用のグレードになるんですけど、62になると、まあ、未使用の中でもいいよというものになりまして、横に PL とついてあるのはプルーフライク、プルーフのような輝きがある金貨ということで、さらに付加価値がついた金貨になります。こちらもミンテージですね、発行枚数は5万4000枚ということで、先ほどよりも少ない枚数になるので、やっぱり付加価値はつきやすい金貨になるかと思います。で、金額が日本円で33万9163円ということで、こちらは地金の重さが 39.94 グラムということで1オンス以上重さがありまして、まあ、地金価格でいうとだいたい24万8000円ぐらいになるので、33万9000円ということは、まあ、だいぶお買い得な金貨になります。で、こちらはグレードがいいので、まあ、売りやすい金貨の割には買いやすい価格かなというところになります。続いて3枚目に参ります。こちらは銀貨ですが、1774年と、まあ、非常に古い時期にドイツのアウグスブルクで発行されたフリーシティターラ銀貨というものになります。こちらはちょっと古いので発行枚数は分からなかったんですが、銀貨で81万6504円ということで、非常に付加価値のついたものになります。まあ、どういったところが人気かというと、まあ、グレードもMS の先ほど62が合格ラインというお話をしましたが、さらに言うのは MS63 のプラスというのがついているグレードになります。ですので非常に綺麗な状態で残っていて、かつこのターラー銀貨 で都市景観のターラー銀貨というのは裏面ですね、都市景観が当時の街並みが書いてあって、さらにこちらは上にフリーメイソンのマークがボンと載っていますので、このフリーメイソンがついた
銀貨というのは非常に人気で、すぐ売れてしまうというものになりますので、で、こちらはですね、発行枚数はわからないんですけど、鑑定枚数は、この NGC という会社のサイトを見ると、この金貨がどれぐらい鑑定されているかというのはわかりまして、このグレードは、この金貨で一番最高のグレード、これ以上のグレードがない、トップグレードになりますので、なので先ほどの80万というような値段がつくような金貨になります。まあ、欲しい人がいればオークションでさらに値段がポンと上がるというものになりますので、最高グレードを狙うというのは、一つの方法になります。ただ金貨となると最高グレードは何千万、下手したら億というお金がかかるんですが、銀貨ですとまだ最高グレードがこれぐらいの値段で買えますよということになります。続いて古代コインになります。こちらは紀元前323年から317年のマケドニアで発行されたアリダイオスという人の金貨になります。こちらはスタテル金貨という金貨で、まあ、こちらも当時使われていた金貨になりますが、グレードが CHMS となっています。 CH というのはチョイスの略で、先ほどのミントステートのお話しましたが、未使用品のうちのさらに選ばれたものというようなグレードになります。先ほどの MS よりもグレードが高い金貨になります。でこちらの読み方については詳しく過去動画で上げておりますので、そちらを一度ご参照いただけたらと思います。そしてストライク、サーフィスというのは打刻の状態と表面の状態で、これは5分の何で表されていまして、5分の5が最高ということです。でこちらストライクが5分の5、サーフィスが5分の4ということで、非常に状態のいい金貨になります。ただ先ほどのモダンコインで何千万とか億というような話をしましたが、こちらはもうほぼほぼトップグレードにもかかわらず、古代コインはまだ150万ぐらいでこのトップグレードに近いものが買えるということなので、古代コインは今非常にまだ買いの時期なんじゃないかなと思います。これからどんどん値上がる伸びしろがあるということです。でこちらは裏に天使の絵柄も書いてありまして、非常にやはり金は劣化しない綺麗なものになるかと思います。そして続いて紀元前の銀貨になります。こちらもマケドニアのもので、アレキサンダー3世の銀貨になります。こちらもMS のグレードですね。未使用のものになります。ただ、ストライクとサーフィスに関しては、5分の3、5分の3ということで、先ほどの金貨ほど高くはないグレードになります。そして、銀で作られているということで、これぐらいの、結構未使用で2000年以上残ってるっていうこと自体が、奇跡としか言いようがないんですけど、そういう綺麗なものでも銀貨だったら12万5000円ぐらいで買えます。こちらはそれこそアレキサンダーとつけば欲しい人もいっぱいいますから、非常に売りやすいかと思いますので、こういった金貨銀貨にお金を変えておくということは、将来的に値上がりも期待できますし、非常にいい、貯金というか銀行に預けるよりはこちらの方がいいお金の残し方ではないのかなと思います。それでは本日のまとめになります。まず1つ目、オンスとはということで、貴金属に使われるのはトロイオンスで、1オンスが 31.103g という話をしました。2番目、金銀の地金価格ということで、金銀の現在の地金価格を一覧で提示しました。3番目、モダンコイン価格と地金価格の比較ということで、先
先ほどの地金価格と先日発売されたイギリスロイヤルミントのクイーンズビーストの価格を一覧で提示しました。続いて4番目、アンティークコイン、古代コインの価格ということで、アンティークコイン、古代コインの状態が比較的いいものについての現在の相場を載せました。ということで今回の話は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。参考にしていただけたらいいかと思います。また今後の励みとなりますので、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今後も皆様に有益な情報を発信できればと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆様一緒に、レッツゴイン。ご視聴ありがとうございました。